はい、どうも、センチです。今日もね、夜でちょっと仕事をしてました。仕事をしてましたと言いつつ、またこの後仕事でね、ちょっと早く戻んなきゃいけないんですよ。本当は靴派とかに酒飲みに行きたいんですけど、そうもいかないわけでございます。いよいよね、明日に、ね、投票が迫っております。今日のだからもう0時を回っちゃうとね、そういうことが言えなくなっちゃうので、もう死ぬほど比例は令和って言っていきたいと思います。立憲民主党と国民民主党がね、両方とも民主党でね、ややこしいって話なんですよね。だからもうここは間を取って令和新選組に入れようと。今回自民ちゃんしに維新に行ってみようかなって思ってる子も、ちょっとそこは令和にしとこうと。いつも自民党だけど今日も自民党にしようっていう人、令和にしようと、みんな令和新選組に入れましょう。京都の関西から2議席くらい送って、全国で7ぐらいいけりゃいいかなと思ってます。そんな感じです。かなり期日前投票が集中してるようですね。アクセスがねすごくいいっていうことがあるんですよね。あとバリアフリーの問題とか、そういうところもあるんですね。あれは淀もまたね、近々遊びに来ようかなと思ってます。今日ちらっとね、淀城でカメラ回したんですけど、実はあそこと別にね、淀工場っていうのがまあいい感じですよね。それがあるんですよね。そこを光秀がなんか山崎の戦いのためにもうゴズメをそこに置いておいたと、そういうこともあったりしてね。まあそんなこともあって、またね、町ブラとかもやっていきたいと思います。まあ今一度、比例は令和です。皆さん令和新選組に1票お願いします。それでは皆さん、お疲れ、ジベリー。